セレーナ・ゴメス演じる20代の女性と、おじさま、二人が謎解きをするミステリーコメディドラマ、マーダーズ・イン・ビルディングのシーズン2が配信中。セレーナ演じるメーベルのキスシーンというサプライズ展開など、シーズン1とは一味違う要素が盛り込まれている、以下、ネタバレがあります。殺人事件の重要参考人になった主人公3人が真相を追う。同作の主人公は、チャールズ、スティーブ・マーティンとオリバー、マーティン・ショートという、おじさま、二人と、彼らと孫ほど年が離れたメーベル、セレーナ・ゴメス。三人はアメリカ・ニューヨークのアッパーウェストサイドにある高級アパートに暮らし、ポッドキャストの実録犯罪番組マニアという共通点から意気投合。アパート内で起きた殺人事件の謎を追うミステリーコメディドラマとなる。最新話は毎週火曜にディズニープラスで独占配信される。6月28日に同時配信された第1話、第2話で幕開けしたシーズン2。事件は、衝撃を呼んだシーズン1ラストの続きだ。アパートの理事長を務めていたバニーが胸を刺されて息を引き取る場面に出くわしたメーベルは、チャールズ、オリバーと共に重要参考人となってしまう。三人はアパートの他の住人から殺人犯だと疑われ、挙句の果てには競合のポッドキャスト番組からも殺人犯として追われることに。窮地に陥りながらも、真犯人を暴くため奔走する。新キャストとして、バニーの母親のレオノーラ役で大女優シャーリー・マクレーン、アート関係者のアリス役で人気モデルのカーラ・デルビーニュ、そしてコメディエンヌのエイミー・シューマーが本人役で参戦するのにも注目だ。建物の歴史と謎が加わり、面白さがパワーアップ。第2話では、チャールズたちが暮らすアパートの歴史と秘密が明らかに。このアパートでバニーは生まれ育った。そして、チャールズの父がアパートと関連があったという過去が綴られた。シーズン1同様に怪しいのはアパートの住人たちだが、過去へと遡っての謎が生まれ、予測できない展開の面白さは健在だ。セレーナと友人モデルのカーラの共演シーンに反響。主人公3人はそれぞれ、事件とは別に身の回りで新たな展開も。今は落ち目となった俳優のチャールズは、かつて人気を博した主演ドラマのリブート版の話が、主演ではないものの浮上。舞台監督のオリバーは、エイミーにチャールズたちと配信しているポッドキャスト番組の権利譲渡を持ちかけられた。そして、メーベルはアーティストの道に進む決意を。そんなメーベルが、第2話でアリスとキスをするというサプライズ展開もあった。プライベートでも仲がいいというセレーナとカーラの共演には視聴者も注目しており、ディズニー時代からセレーナを見てる私としては、カーラとのやりとりにドキドキが止まらん、カーラとセレーナが同じ画面にいるのやばすぎ、といった声が上がった。また待望のシーズン2スタートには、待ちに待ったシーズン2この3人組楽しい特におじさま2人組が笑わせてくれる、シーズン2も最高におもろい、S2 にレジェンド、シャーリー・マクレーン御年88歳が出てきてもうめちゃくちゃ元気な様子で嬉しくなってしまった、カーラ・デルビーニュの登場も先の展開がどこか怪しげで楽しみ、などの反響が寄せられている。